で予選を広げ、その後日本大会を迎えます。熊本の震災を経て熊本を盛り上げるためにも多くの方の応募をしていただきたいなと思います。熊本の皆様、ぜひご応募お待ちしております。熊本大会の舞台でぜひお会いしましょう。